労働者農民党は昭和時代初期の無産政党の一つ。左翼政党結成を目指した新党組織準備会により決闘されたが、合法政党結成に関する日本共産党の方針変更の結果、即日結社禁止となり、政党としては事実上機能しなかった。この項目ではこの党の結成準備のために作られた。 新党組織準備会及びその後ろ身である政治的自由獲得労働同盟についても記述する。1928年第1回普通選挙後、無賛政党内には合同論が高まった。同年の3.1号事件により、労働の民党など3団体が政府によって解散させられると、要教左派の大山育夫らは解散直後の4月、大戦を 幹事長とする、新党組織準備会を結成し、老働党再建を目指し、日本共産党も、またこれを支援した。その一方、旧老働党に参加していた、老働派はこの動きから離反し、山川人志流の、共同戦線党を掲げて7月には、鈴木もサブロを、初期長とする独自の地方無産政党、無産大衆党の結成に踏み切った。 無産大衆党は、同年末、麻生久し、三輪の呪相ら中間派と合流し、同年末には、七統合党による、日本大衆党結成に至る。しかし、同年7月のコミンテルン第6回大会が、共産党以外のプロレタリアートの政党は無用とする、合法無産政党の否定を決議したことで、日本共産党は突如として、再建反対に転じる。 共産党は新党に君主制廃止以外の自党のスローガンを掲げさせ、意図的に玉砕戦術を取らせた。その結果、労働者農民党を12月22日から12月24日の結成大会のみで解散し、コミンテルンと共産党に振り回された左翼戦線は混乱した。同時に共産党は新党組織準備会を 政治的自由獲得労労同盟に改組し、合法政党結成の放棄を強引に押し付けた。しかし政聖、同盟は、共産党の外閣団体とみなされて厳しい弾圧を受け、山本信春、渡辺正之助の労農層を例外として、ほとんど大衆運動を組織することができなかった。また、旧労農党の右派を代表した、 新党組織準備会京都府連の水谷、調査部ローラは反旗を翻し、翌1929年1月に地方無産政党、労農大衆党を結成、他の地方無産政党と共に無産政党統一運動を展開した。当時、日大党を脱退していた旧無産大衆党系は、この運動に交応し、その後、 日大党からの提案により7月全国大衆党の結成合流した。一方、聖、同盟の幹部となった大戦や最佐古金光らは、老能党再建を諦めず、1929年の4.16事件による共産党の徹底的壊滅で同党の影響力が低下した後、8月に突如、新老能党結成の提案を発表し、 同盟は混乱に陥ったが結成された。同盟本部は大山らを即時除名し、共産党は大山らを裏切り者とみなしせ同盟を共産党よりの組織とするべく引き締めを行ったが、成果は上がらず同盟は秋に自然消滅した。なお、戦後になって日本共産党は労働者農民党結成大会における玉砕方針は、 セクト主義的な誤りでしたと自己批判している。自党の影響力拡大のため合法政党の再建を妨害する共産党系の動きは、この後も新労ノ党を解消運動の形で展開されるが、結局のところ無産政党の中での左派の影響力を後退させ、逆に中間派、右派の主導権を強めることになった。ありがとうございます。